ドリルアーチ。さあこんな季節ですのでこんなお話をしたいと思います。皆さんに成人式の思い出なんか聞いていきたいななんて。懐かしいですね。一番先生と祭りですか。まあずいぶん前ですけどね。俺らの中で一番最近祭り。僕らの頃はさ、よく明治神宮でね、はい、10校上の先輩が立ち会いのもと、うん、成人式迎えますみたいなって、ね、ちなみにその時は祭りだよと長野君。はい、広瀬さんですね。え、ごめんなさい、どなた。広瀬さんです。広瀬さん長野君、広瀬さんって何かだけなんだよ。そう、僕だけなのに広瀬さんって呼ぶの。あ、よく僕の時は山口君、 TOKIO の山口君、坂本君で、もう城島君。城島君みんな立ち会って待ってるんだね。そうだね。あの子一人か。俺一人だったの。風間は？風間一個下だから風間さんチームだもんね。バツイたち誰としちゃったの？二人。ここ二人、うん、あれ風間はいやいや逆にそういう意味ではたくさんいる。その当時だからデビューしてないってことだったね。そうだね、うん、そうかそうか。俺はもうあれよ、タッキー翼。すげー、ね、もう一回言うよ。タッキー翼&桜井じゃないよ。タッキー翼。俺がアンドだ。アンドだって言ってんじゃん。アンドだ。え、大丈夫ですか。俺岡田。あいつ95年に入ってんだ。あいつじゃない、あいつ。2人でほら直接対決してなったでしょ。まあ分かったよ、分かった。誰と一緒だった。え、誰と一緒だった。岡田だよ。岡田くんなんだけど、今年もきっとたくさんね成人迎える方もいると思います。なんかもおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは本日の最新ゲストをご紹介したいと思います。どうぞ。ご紹介しましょう、本日の最新ゲストチームトリノシタさんです。飛ばしすぎ。本日の対戦ゲストは今年48歳になるネプチューン堀内さん率いるチーム鳥年の皆さんです。鳥のイメージできましたから。僕はオウムです。分かんないです。全然見てオウムっぽいなって思わないです。カラスです。アルマさん、カラスです。コーン。意外に鳥年ギャグなんてあるの。あります。あるんですか。リーダーお願いします。鳥年ギャグです。じゃあお願いします。ケーキのクジャクの目はまっすぐ。どうしようか。もう一回やります。もういいですね。お願いします。フラーフラーフラミンゴ。やっぱさっきの納品しましょう。それでは我々アラスキルコメントとかっていきます。本日のプラスさんゲストこちらの方です。どうぞ。本日のプラスさんゲスト、ニュースの加藤志賀さんです。いや本当に裏でね幸せですよ。まさかのフラミンゴ着てきちゃったから。スパイだな、スパイ。こっちだ、こっち。取り出しギャグできんのかよ。いや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 だ。フラミンゴ教えてください。クジャクの目はまっすぐ。そっちやった。フラフラじゃない。クジャクの目はまっすぐ。フラミンゴだけどね。クジャクの目はまっすぐ。フラミンゴだけどね。あー、行こう。さあ行こう、さあ行こう。最初の対決はバルーンシューティング。チーム鳥年 VS 嵐、まずはバルーンシューティングから対決スタートです。かなり絶好調ですが、さあこのバルーンシューティング、前回のお正月スペシャルから対決方法を変更しています、うん、はい、各ターゲット両チーム代表4人に同時に挑戦していただき、チーム鳥年は青、嵐チームは赤の風船を相手チームより早く全て割れば勝利です。ターゲットは全部で4つあります、はい、各ターゲットごとに勝利したチームに30ポイントが入ります。でもこれ別にどういうやり方をしてもいいんだよね。じゃあもう最悪こうでいいですよね。やりづらそうだよ。やりづらそう、やりづらそう。じゃあ最悪こうでもいいわけね。こうでも何何もつかないでしょ。それは出ないで、全然つかないでしょ。いけるでし
ですけど。さあ、そして今回はチーム鳥年ということで、皆さんの鳥年イヤーの写真をお借りしております。まずは平成ジャンプ岡本さんの24年前0歳の写真がこちら。お父さんに抱えられてるのがお父さん。お父さん、お父さん、お父さん似てるな。一緒に写っているのはお父様の岡本健一さんですが、はい、嵐の皆さんは岡本さんのお父さんとお仕事はご一緒されたことありますか？お世話になってます。我々の映画の写真集をずっと撮っていただいたつながりで、まあ仲良くさせていただきまして、俺昔ケンちゃんさんとビッグカメラだってそのまま飯食いに行ったことある。すごいね。いや、なんで僕にとっては嵐の皆さんってなんかパパの友達ってイメージがあるんですよ。先輩なんですね。特にあの二宮君とかも、あの昔お父さんに梅干しをくれてた時期があって。他の人にもあげてたの。めちゃめちゃ。それをあの家であの僕いつもお父さんからこれ二宮君がくれたんだよって言っていただいてたんで、梅干しのお兄ちゃん。梅干しくれるね。くれるお兄ちゃんね。家で会ったことある。そうですよね。確かあの松本くんがうちに来た時に色紙でサインもらったことある。まだ入ってないもん。入ってないです。ジャニーズ入る前に。さあ、そして実は岡本さんのお父さんと堀内さんと東さんが同い年ということなんですよね。そこで先ほどの岡本さんのお父さんと同い年、24歳の頃のネプチューン堀内さんの写真がこちら。もう若いよ。変わんない。まだあれだかな、歯が生え変わってない。変わってますよ。24だったらネプチューンになってぐらいだと思う。あ、そうなんだ、うん、じゃ結成比較的遅かったんですか。そう、最初俺一人で泰造と組んで、うん、で次名倉の純ちゃんが入って、でだんだん増えていってる。へえ。さあ、そして東さんの24歳の頃の写真がこちら。白いね。白くない。白くない。白くない。服が白いね。白くない。これなんかケンブリッジャスカみたいな。めっちゃ似てる。確かに。この時ってモデル業が多かったですか。いや、ドラマでしたね。どっちかっていうとそれでお金持ちのお坊ちゃんの役が。そっち系多かった。すごい、なんかやっぱシュッ。では参ります。ファーストターゲット。スタート。さあ、岡、嵐チームの岡には小さい風船も混じっています。赤が順調に割れていく。さすが嵐チーム。さあ、青は追いかける展開になっているチーム鳥年。さあ、嵐チーム冷静に割っていく。ここで青が残り2つ。なんと青がリードしている。青が残り2つ。ここで同点になった。残り2つ。さあ、どうか。嵐チームはもう1つ。先に全て割れたのは嵐チームです。ギリギリだったね。でも危ねえ。こっちまでリードしたんだけどね。逆転されちゃった。最後焦っちゃったね。最初なかなかうまくいかなかったね。いかなかった、うん、っさあ余裕だね。バルーンシューティング、続いてはセカンドターゲットです。たくさん。うるせえ。さあ、プレイヤーの内山さんは鳥年生まれ、はい、自慢できることは何かありますか。鳥年っていうだけで、あの唐揚げ食べるイベントが来ました。鳥年だけ違うだろ、内山さん体型じゃないの。いや、鳥年でおなじみのって言われて紹介されました。本当81年。81年。池崎さんも81年。俺もうるせえ。天の声さん、ここがだから同じ学年なんですわ。ここが。あ、そうですね、はい。さあ、そんな内山さんにも鳥年イヤーのお写真をお借りしております。36年前0歳の写真がこちら。でもかわいい。もう内山くんだね。子役デビューしたのはいくつの時。6歳。6歳から出てたから。何に出てたんですか。あの、あっぱれさんま大先生ってさんまさんの。知らないんだ。知らない。あ、そっか。知ってます。わかんない。ケトわかんないよ。ずっと見てたイメージ。ずっと見てた。7年ちょっと出てたから。すごいね。そんな12歳の頃の写真がこちら。この時だよね。
そうですね、あの一番勘違いした時ですね。一番儲けたし、この頃は儲けましたね。家でもやってるよ、肌ツヤいいもんだね。で、俺もバブルでしょ。毎日ドッカンドッカンですよ。やめなさい。では参ります。セカンドターゲットスタート。さあどうか。池崎さんは独特のフォームで矢を引き込んでいきます。上下に動く風船、嵐チームは赤を割ります。ここは青がまたしても順調に割れていく。ただ嵐チームも追いついていきます。チーム取り出しは残りここで5つ。さあここで並んでいるか。赤はあと4つ、赤があと3つ。さあこれで3つ、2つ、赤があと1つ、嵐チームあと2つ。そこまで。またしても嵐チームに30ポイント入ります。桜井さんいかがでしたか。難しかった。あの、ね、赤の小さいすごい難しいのがあったの、うん、それはあの内山くんが割ってくれたから。ありがとう。俺ずっと苦戦してたから、全然割れなくて。あんな動くんですね。バルーンシューティング、続いてはサードターゲットです。ここからはチームで相談してメンバー4人を選んでいただきましたが、嵐チームまずはどういった選考理由でしょうか。非常に厳正なるじゃんけんを行いました。残念ながら負けてしまった2人が今あちらに。ちなみにうちら結構割ったよね。割りました。割った？実は。実は。さあそして対するチーム取り年は消去法にしました。消去法。はい。まず東さんはちょっと吹き矢を吹くんじゃなくて吸っちゃうんです。吸わないよ。危ないんで。いや池崎はなんかふざけてなんかほんの反って。すいません。やっちゃったんでちょっと下がってもらって。ルーリーは体の線が細いんで自分がこの中に入っちゃうみたいな。こんな線もあるんで。はい、では参ります。サードターゲットスタート。今度は回るターゲット。嵐チームは小さい赤の風船が3つです。さあ青が割れていく。リオちゃんも頑張っています。さあ青が順調だ。青が順調だ。さあどうか。青はあと4つ、青はあと4つ、嵐チームがあと5つ、青があと2つ。さあ青リード、青リード。どうか。さあターゲット青があと1つ、嵐チームは小さいに2つ。そこまで。チーム取り年に30ポイント入ります。いやこれはいいわ。リオちゃんやりました。1個しか割れなかった。割れただけすごいよ。十分十分。堀内さんこのチーム編成良さそうですね。いいですね。結構僕も今当てたんで。本当ですか。本当に当てたんで。相葉君ミスだよね。見てないです。見てないか。だって谷崎さん。谷岡です。最後にバルーンシューティングファイナルターゲットです。さあ大野さん、はい、先ほどは自分がプレーしていない中でチームが負けました。まあやっぱり狙えてなかったなっていうのがまだあります。すいません。シゲどうだったの。シゲは実はちょっと敵を割ってます。あいつ大丈夫です。言わなかったなあいつは。でもそれでも勝ってたんで、まあ、自分のも割りつつ敵のもちょいちょい割りつつ。いやちょいちょい割っちゃダメなのよ。東さんはここまでいかがですか。東さん、あ、俺。ここまでどうですか。結構当たってた気がしたんだけど、まあ、吸い込んだ矢もさっき出してきたんで。大丈夫です。では参ります。ファイナルターゲットスタート。今度は浮いている。風船が浮いている中で、さあ赤が残っている。青が順調だ。青が順調だ。青が残り2つ。チーム取り出し残り1つ。チーム取り出し残り1つ。嵐チームはあと3つ。さあ上の方に固まっている。そこまで。チーム取り出し同点に追いつきました。松本さん今の勝負いかがだったんでしょう。青がさ青3つぐらいマジででっかいやつ。パンパンなやつ。パンパンなのが俺らこんなに。僕今日何も用意してこなかったんですけど。
この後加藤の一言に松潤マジダメ出し。ちょっとしんどいよね。あのエレベーターは1582年本能寺とつながっているんですよ。織田信長、無礼者は謀反を起こすのは誰だ。敵は本能寺であれ。本能寺ホテル、歴史変えちゃった。誰かの夢じゃ先に行けない。東京モード学園最終募集中。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。柔軟剤入り洗剤って白さがいまいち、うん、ボルトなら大丈夫でござる。ここでござる。山田さん、進化の結晶プラチナジェルボール、最高級の白さに。ボルト、新しいコンディショナー、トリートメントインコンディショナー、パンテーンから誕生。お、すごい。トリートメントしてないのにこの滑らかさ、私らしく Go for beautiful パンテーン。この美しさがハイブリッド、マイルドハイブリッド搭載新型スイフト、スズキ。ガンホいいよ。よし、任せろ。北斗の拳コラボ開催中。続いての対決はクリフクライム。クリフクライム、まずは嵐チームの挑戦。クライマーは加藤さんと相葉さんです。さあ加藤さん、はい、同じくクライマーの相葉さんとはプライベートでは交流はあるんですか？一緒に筋トレをしたことがあります。だ多分ね、これ早いと思う。いやいやいや、ハードルは下げよう。飯行ったりとかってのはないの？いや、行きたいです。そうだね、行きたいよね。終わったら行こうかなって言ってるけど、なかなか行けないんだよね。そうなんですよね。でも、嵐のメンバーとは行ってる？大野くんとは最近行かせてもらいました。あ、そうなんだ、うん、他は？僕がこの前、うん、嵐のライブを見に行った後に、うん、加藤くんと一緒に焼肉食べに行きました。中丸くんとマッスーと知念と伊野尾の6人で、はい、なんだよ、俺らも呼んでくれよ。来てくれました。いや、3日間の中身だったから。その日まっすぐ俺家帰ったよ。すいません、それは気が付かなくてすいません。さて今回はですね、加藤さんが出演されるということで、ニュースの小山さんから加藤さんに関する情報、小山メモをいただいております。まずは加藤さんの人柄が分かるエピソードを教えてくださいという質問に、加藤は増田の誕生日当日にスノードームをプレゼント、手越の誕生日には江戸切子のプレゼント、僕の誕生日には水素水位ができる機械をくれた、何も用意していない風にしているけど当日にプレゼントを用意して誕生日などの記念日を大切にしてくれるというお話です。いや、すごい心温まるエピソードなんですけど、よりによってこう大野くんの誕生日に僕今日何も用意してこなかったんですけど。お世話になってるんでしょ。ご飯さ、それはさ、知らなかったらいいけど、今日大野くんの誕生日だって思っちゃってたらちょっとしんどいよね。怒ってはないよ、ちょっとしんどいって話してる。彼は言いづらいからさ。彼はそんな大野さんからグリップをもらうわけですけれども、くれないかも、くれないかもしれないです。プレゼントあげてないからお返しくれないかもしれないです。あげてあげて。さあ小山メモはまだございます。続いて嵐にメッセージをお願いしますという質問に、嵐の皆さんへ、
今度はぜひ4人で呼んでくださいというメッセージいただきました。待って待って、以前あのニュース来てって言ってくれてたのを拝見して、ちゃんと連絡したフジテレビさんに。いやもうしてもマネージャー通してぜひという。せっかくもテレビ通じてさ連絡したんだからさ。テレビのね。レスくれよレスを。ちゃんと送ってよ。分かった。送ります。抽選するからね、ちゃんと抽選する。抽選するから。シード券ない。シード券。抽選あるから。当選は発送を持って返させていただきます。そうか。さあ同点で迎えたこのクリフクライムです、はい、どのくらいのポイントを取れるのか、行こう。そして大野さんからグリップは無事もらうことができるんでしょうか。見どころだね、大事だからねそれ。では参ります、クリフクライムスタート。さあまずは相葉さん、いきなりエレベーターに右手をかけていきます。そして左の2つを押した。ここまでは非常に順調。1分でいくという話。さあ右下の一つ、これは足で狙っていきます。見事に押した。そしてお台場の指、さあ先端の30ポイント、これも難なくクリア。さあ土壇は相葉さんは上から攻略していきます。上に登ってここまで早い早い、残り90秒。非常にスピードよくテンポよくボタンを押していきます。得点を稼いでいく。さあこれで全て押したか。相葉さんが今逆転に登った。ここでチェンジです。さあ加藤さんの挑戦、難しい方を託された加藤さん。まずはデベソの左側、デベソの先、30ポイントもしっかりと忘れずに押しました。左側は一旦捨てて上に登っていきます。左側足で押した10ポイント。さあこの左上の30ポイントどうか。ここで残りは1分を迎えました。30ポイント届いた届いた、グリップを使わずに届きました。さあデベソの右下、ここはどうか。右下の10ポイントはどうか、顎に差し掛かっています。さあそして松本さんから下という声が一つ上がっています。デベソの右下に一つ10ポイントが隠れています。左足を伸ばす、左足を伸ばして、どうか、届くか、もう少しだ、届くか。さあ残り30秒、顎攻略なるか。ここで大津さんがくれない、今渡されました。くれない、ちょっと時間を使った。この攻略なるか。残り15秒です。残り15秒、さあいけるか。上の30ポイント残り10秒。さあもう少しだ、時間がない。来ました、パーフェクト。嵐チームクリックライムパーフェクトです。すごい、すごい。加藤さんやりました。なんとかいけました。1個忘れてたのですごい動揺しましたけど、パーフェクトだったね。すごい、見事。すごいじゃん。でもあれだね、なかなかリーダーから来なかったね。あれがあれば10秒ぐらいできたと思うんですけどね。残すとこ10秒。でも俺グリップ渡したからね。大野さん渡しましたよ。逆にね。90秒後ネプチューンホリケンが久々にあのダンスを披露。さらにニュース加藤が謎の絶叫。今夜のフジテレビは7時57分からはアンビリバボー。数々の誤解と偶然がもたらした衝撃の結末とは。9時からのトンネルズはウルシリーズでアパ社長のお宅を訪問。出ました。10時は新ドラマ嫌われる勇気、最強のアドラー女子安藤蘭子の捜査がついにスタート。アドラー心理学が事件解決の鍵を握る。その推理明確に否定します。嫌われる勇気今夜スタート。ドモホルンリンクルはまだ早いと思っている方に試していただきました。おお、スレッドなんか光ってますね。光ってます、うん、私乾燥肌だったっけみたいな。自分の肌じゃない。すごい感動してます。このツヤ感キープしたい、ね、キープしたい、していきたい、うん、もっと早くやりたかったね、うんうん、この体験をあなたも。無料試しセットのお申し込みはドモホルンリンクル。一人でできないことが、助け合うから頑張れる、助け合うから分かち合える、助け合うから乗り越えられる。歩いて行こう、笑って
助け合うから笑顔になれる。助け合うはきっと明日の力になると信じています。 JA 共済。続いてはチーム鳥越の挑戦。クライマーは岡本さんと堀内さんです。さあ今年で48歳になるという堀内さん、 VS 嵐は2回目の出演ですけれども、はい、嵐メンバーの印象何かありますか？まず相葉君はよくトイレでありますね。すごいとこはトイレで会っても相葉くんなんですよ。明るいトイレで会っても、はいはいはい、普通トイレで会う人ってなんかこうなんか背中を丸めてイメージですけど、相葉くんはもうパーっていう。やめてそれ、やめてそれ。保護者ぐらい元気なんでいつもトイレで元気もらってます。あとさきちゃん、しょうちゃん、前番組で一緒だった話す機会があったんですけども、太っちゃうタイプなのって言ってましたね。そんなこと言ってた？油断すると太っちゃうって言ってました。でニノすごいメンバー思いですね。メンバーのね、急に、急にメンバー思いで、メンバーのドラマをよく見てるっていうイメージ。あーで大野くんはすごいお母さん思いで、自分の意思をしっかり言えるタイプです。タイプ。ラッキープレイスは駐車場です。松井潤は暗い店で一回飲んだことがあるんですけども、うん、暗い店の時もかっこよかったですね。暗い店でも目がピカーンって光って猫かなと思ったんですけども、そういうイメージがあります。5人に対しては。ここでサポーターのリオちゃんから堀内さんにお願いしたいことが、はい、姉ちゃんがちっちゃい時にあのホリケンさんが踊ってるホリケンサイズが大好きだったみたいで、ちょっと見たいなと。リオちゃん、はい、これからすごい体力使うんだけど。リオちゃんのお姉ちゃん、お姉ちゃんがちっちゃい時大好きだったんです。リオちゃんは好きじゃなかったの？そういうことじゃないんですけど。ミュージックスタート。ありがとう、リオちゃん。はい。さあ、同じくクライマーの岡本さん。はい。このクリフクライムに挑戦したかったということなんですが。そうなんですよ。あのメンバーの山田が前回出た時にすごい活躍してたんで、ちょっとそれに勝ちたいなって思って。でそれと、淳くんにちょっと認めてもらいたいな。どういうこと？どういうこと？認めてるよ、認めてるよ。君は先生だ。より一層認めてもらいたいな。じゃあ目標はパーフェクトかな。はい。そうね。それとあと最近登山したんで、ちょっとあの自信はあります。どういう山登るの、登山って？高尾山です。誰でも割れていけると思うけど。大丈夫だよね。大丈夫か。なんかダメな空気出てるぞ。大丈夫。高尾山よりは攻略難しいと思いますが。ではまいります。制限時間は120秒。クリフクライムスタート。まずは難しい方の左側、岡本さんが行く。ここの2つも堀内さんのためにしっかりと取った。デベトの先っぽの30ポイント忘れずに押したいところですが、そこにも手がしっかり届きました。岡本さんが登っていく、登っていく。左側の次の30ポイント手が止まった。おーっと、落下。ここでチェンジです。ここでチェンジです。さあ多くを残してしまった岡本さん、堀内さんにかなりの負担がかかっています。今年で48歳になる堀内さん、懸命に登っていく。まだただ時間があります、時間はあります。エレベーターを使わずにここは右を攻略していく。
呆然の表情は下で見守る岡本さんです。さあこの指の先の30ポイントを忘れずに押したい。顎の下のこのボタンもしっかりとゲットした。さあ指の先端、指の先端を忘れている。指の先端を忘れていく。土管の中にも入っていこうとしています。堀内さんも上から攻めていく。残りは45秒になりました。時間はまだあります。時間はまだある。指の先端はどうか。指の先端、堀内さんが忘れている。指の先端、今ここで気がついた。さあ足をかけて先端届いた。さあここで左に渡っていくかどうか。左にここで移っていくか。指から顎に、ここから左に移ることはできません。そこまで。惜しかったな。チーム取り年の得点270ポイントです。滑っちゃったの？滑っちゃいました。手袋で左上の30狙いに行ったんだよね、うん、はい、そうだよね。ジン君どうでした？お前そういう意味では始まる前に高尾さんとかふざけてるからだと思うぞ。謝ったら？謝った謝んな。そうだね、謝れ謝れ。 Sorry ジン。今夜の VS 嵐クイズ、平成ジャンプの岡本さんが謝った嵐のメンバーはという問題でしたが、 Sorry, ジュン。というわけで正解は赤でした。続いての対決、ピンボールランナー。ピンボールランナー、まずは嵐チームの挑戦。ランナーは二宮さんです。指令台は加藤さん、大野さん、桜井さんです。さあランナーの二宮さん、はい、現在130ポイント差、少し余裕ができました。これは相当ですよね、うん、ピンクはやっぱ取りたいね。ピンク取ったら落ち着くな。こちらにはほらピンクとグレーの原作者がいます。おお、ということは指令台の作戦はどうしましょう？ピンク言います。いい？フラミンゴですし。さあそんな中ですけれども、先ほどからかなり大きな声ではしゃいでらっしゃいますサンシャイン池崎さんですが、二宮さんにリベンジしたいことがあるというふうに伺っています。以前二宮さんと一度だけ共演させていただいたことがあって、はいはい、二宮さんのテンション上げるっていう役目だったんですよ。1ミリも上がんなくて、おお、今日こそぶち上げようと思って、おリベンジ。果たしてサンシャイン池崎は二宮のテンションを上げることができるのか。いきましょう、サンシャイン池崎のイエイエイマジック、イエ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 イ。二宮さん、どっちの手の中にイエイが入ってると思いますか？じゃ左、こっち、ドゥルルルルバッノーイエイ。じゃあこっち開けますよ。ドゥルルルルバッノーイエイ。ネクストまで。まだまだ負けねえぞ。この人すごい。どうや。ヨメさん、ポケット開けてみてください。まさか。まさか。入ってる。あるな。右ポケ。ナイス。誰かのポケットに入ってるはずなんですよ、僕の家が。加藤だと思う。加藤だと思うよ。返さなきゃいけないんじゃない、それ。もう。お。あ。イエーイ。じゃあ。じゃあ。結果的にテンション上がったんですよ。上がってないですか？いや、待って待って、これ放送されるの？されますよ、されるでしょ。では参ります、ピンボールランナースタート。さあまずは
7という冷静な声がスタジオの中にこだまします。20ポイント獲得ということで、二宮さんは非常に冷静にボールを箱を左右に揺らして取っていきます。5番も取った。さあピンクが来た。1つ目のピンク、ピンクを取れませんでした。加藤さんの声も響いていた中ではありましたが、ピンク1つ目は取れず、ただ黄色のボールを着実に増やしていきます。そして6、さあピンクが来ました。5番のピンク、これはゲット。2つ目のピンクはゲットです。見事にゲット。残るピンクボールは1つ。その間にもしっかりとイエローボールを獲得していく。チーム全体が非常に落ち着いています。この6番のイエローボールを2つゲット。さあ最後のピンクボールだ。最後のピンクボールもゲット。残りは5秒。もう笑顔も見えている。最後のイエローボールが落ちていきます。そこまで。かなりカゴにボールが入っています。嵐チームの得点210ポイントです。二宮さんやりました。やりましたね。非常に静かにやったらめちゃくちゃ取れましたよ。ピンクも2つ。最初の一発目だけがいけなかったな。 1とかいっちゃったやつ、はい、その、ね、一発目のピンクだけなのよ問題は。なんか加藤がねいきなりなんか観覧になっちゃってる。嘘だろ。さっきイエイしちゃったからかもしれないですね。それで離れちゃったの。イエイで一回チェックしてお前はイエイをやっていない。二宮さん何やりだしたの。そこしかないの。お前は何にもやっていない。やったイエーイ。ピンボールランナー、続いてはチーム鳥の巣の挑戦。ランナーは小島さんです。そして堀内さん、内山さん、鈴木梨央ちゃんが指令台に上がります。さあ小島さんにも鳥の巣イヤーの写真をお借りしております。まずは24年前0歳の頃の写真がこちら。3ヶ月ぐらい。すごいね、髪の毛普通だよね。かわいいね。さあ続いてまいります。続いては今から12年前、12歳の頃のお写真がこちらです。あら、かわいいね。恥ずかしい、はい、小島さんモテました。全然。いや違うんですよ。メガネかけて生徒会副会長みたいな感じだったんですよ。そうだから多分誰も芸能界入るなんて思ってなかったと思います。そもそも芸能界に入ったのはどういうきっかけだったの。オーディションです。自分で。あの友達と一緒に面白半分で全員面接だったんですよ。書類がなくて東京に遊びに行きたくて。友達はどうしたの。そのパターンねあるよね。友達がすごい前向きで友達に付き添って行ったら付き添った方が受かっちゃったパターンで。そのパターンですね。どこ何県から来たの。千葉県から来ました。東京行けるってすぐ隣だった。千葉県民って東京に憧れありますよ。相葉さんどう。今映っちゃったから下向いたんだけど映っちゃった。分かる分かる。そうだよね。東京俺はねまずね上野に行った。まず最初アメ横じゃない。アメ横か。あそこの通りにまず行ったね。憧れますよね。憧れるよね。小野さんアメ横で何されたんでしたっけ。え、あ小野さんじゃないか。びっくりした。俺何もしてねえです。あごめんなさいごめんなさい。じゃあ小野さんと一緒にいた人がカツアゲされたって話だった。そうそうそう。ごめんなさいちょっと。俺はね小銭しかなくてお前はいいわって言われたんで。なんでアメ横行ったの。小銭だけで。さらに小島さんはプラスワンの加藤さんに伝えたいことがあるそうですね。そうなんですよ。関ジャニ∞の丸山さんと番組を今やらせてもらってるんですけど、はい、ある日丸山さんがちょっとぜひこれを読んでほしいってこう加藤さんの本をこうくださって。そうなんですよ。優しい。でピンクとグレーとあと傘を持たないアリたちはどっちもいただいて、なんかどうやら私だけじゃなくて方々で加藤さんの本を配ってるみたいなんですよ。マルが？あの丸山さんが普通に多分自腹で買ってそうなんです。こうやって、はい、だから丸山さんの愛をちょっと伝えようかなと思って。素晴らしい。それ
知ってた。知ってました知ってました。本当はあのいきなりいろんな方に丸山くんから本もらって、そう、なんか僕はそんなに交友関係が広くないんでちょっと恥ずかしいんですけど、うん、しかも自分で買うんですよ絶対に。まあ、あのじゃなくてじゃないです、渡そうとしたら、うん、あのいらないって言うんです。印税に貢献したいっていう。すごいな。ちょっとやっぱおかしいんだと思う。おかしいんだと思う。じゃあ丸に何か言っといた方がいいんじゃないの。いつもお世話になってます。ありがとうございます。これからも僕の方をたくさん配ってください。一緒だね。そうですね。では参ります。マイクの声聞いて。制限時間は60秒。ちょっと言ってみてください。ピンボールランナー、 OK スタート。さあ小島さんの挑戦どうか。まずは5という声にスパイク反応1つゲット。ここまで10ポイント。嵐チーム二宮さんは210ポイント獲得。追いかける連鎖が大きくなった。さあピンクが来た。1つ目のピンクゲット。1つ目のピンクゲット。見事にピンクゲットしました。さあもう1つピンクが来た。このピンクはどうだ。口に当たって入らなかった。ただピンクボールは残り3つ落ちてきます。黄色いボールを積み重ねていきたいところ。さあどうか。3つ目のピンクも取れない。ここまでピンクボールは1つ。さあかなり知り合いから冷静な声が飛ぶ。4という声。ここもピンクボールは取れない。残りはここで10秒だ。残り10秒。ピンクボールはあと1つ。さあピンクが来た。最後のピンクボール。最後のピンクボールはゲット。ピンクボールは2つゲットしています。残るボールはあと2つ。残るボールはあと1つ。最後は取れませんでした。そこまで。結構いったんじゃないですか。チーム取り出しの挑戦160ポイントです。小島さん、はい、ただ納得の表情だと思うんですが、二宮さん210ポイントでしたっけ、うん、ちょっと負けてるからリードはしたかったですね。いやいや十分ピンクね。本当ですか。りょうちゃん2個取ったらよかったよ ね上手だったよ。りょうちゃんりょうちゃんもありがとう。いや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 、うん、上手だったよねりょうちゃんね、うん、いつかやりたい。やりたい、あ、こっちを、うん、じゃあ今度ね。今回マットないから危ない。危ない危ない。この後東美希紀さん、あの伝説の衝撃映像再現となるのか。さあさあ皆さん、いいねいいね。うまそう。飲もう飲もう。一人ビールも打つだけど、やっぱみんなで飲みたいよね。誰か誘いたくなっちゃうんだよな。夜中のメールあれやめてもらえます。いや、みんなとほっこりしたくなるわけよ。いつも会ってんじゃん。まあまあ乾杯しますかね。しちゃいますか。さあ一緒にキリン一番絞り乾杯。お知らせします。この度ピエトロドレッシングのボトルが新しくなりました。ワンタッチワンタッチ、開けたらすぐ見つかります。中蓋をなくした分だけ少しエコになりました。ボトルを振るときはキャップをした状態でお願いいたします。色付きボトルになってもっと美味しさを保ちます。ピエトロドレッシング。なぜ売り上げナンバーワン？その理由確かめてみて。デュアルゴールドヒアルロン酸オイル配合処方。この輝き、ヘアエキスパートの証。ラックス。ダブで肌に触れる回数はどう変わる？新しいダブは肌にたっぷりと潤いを届けるから、もう肌に触れずにはいられない。私こんな触ってたんですか？新しいダブボディウォッシュ。まさに今年の顔、チーム取り年 VS 嵐。 Sorry, Jun。 ここまで180ポイント差で嵐チームがリードの中、最終対決キッキングスナイパーでチーム取り年が意地を見せるのか。出ました Galaxy S7 Edge。 可愛らしいこの丸みなのに速攻でフォーカス。よしごとりん、暗がりも未だを逃さず。ハイチーズSD カードで記録すればもっと好きになる。土砂降りの日には一緒に濡れようぜ。手のひらサイズの可能性は無限大。ギャラクシー S7 Edge。 青いの出た。
今買うと新しいキア VR がもらえる。雪が降ってるね。コーヒーにクリープですよ。ああそれって牛乳成分を粉にした甘さだって何も加えてないクリープですよ。だよね。そうなんです、ちゃんと作ってます。誤解が解けてくクリープですよ。森永乳業。高いことはありがたがる、なんかそういうのって嫌なんです。今時の贅沢ってもっと身近にあるんじゃないの。美味しくなったかも。森永乳業。乾燥肌ならボディーソープを変えてみよう。セラミドホイップなら肌のバリアを守って洗えます。ボディーソープで乾燥肌対策、ケアセラ、しっとりお試し価格今だけ。最近爪が割れやすい。それならネイルケアクリーム、爪の根元に塗り込んでダメージを集中保湿。ほら健やかな爪、ツヤツヤ、リッチネイル大容量も。最終対決はキッキングスナイパー。キッキングスナイパー、まずはチーム鳥年の挑戦です。さあリーダーの堀内さん、はい、現在点差が180ポイント差ということですが、180がなんぼのもんじゃい。取り出し行くぞっつったらみんな自分の鳴き声で。え、鳴き声。行くぞ。返事くれ。はい。取り出し。行くぞ。クマちゃん。ちさあ気合が入ったか入ってないのかよくわからない取り出しですけれども、はい、ピンクゾーン鈴木リオちゃんの取り出しイヤーの写真もご覧いただきましょう。12年前。0歳のお写真がこちらです。かわいい。なんでだろう、なんか写真が昭和感があるの、なんでだろう。何で昭和っぽい。なんでだ。12年前だってまだカラーできたばっかでしょ。新しいわね。現在12歳、この時が0歳ということですが、リオちゃんは今悩んでいることがあるというふうに聞いたんですが、私ちょっと早生まれ で成人式の時にみんなは20歳なんですけど私だけまだ19歳、だからお酒飲めない。それは8年前から悩んでんの。8年前だけど、これ8年間ずっと悩んでる感じかな。そうですね、だからみんなと乾杯もできない。みんなでね、成人式ってどうしましょう。リオちゃん言ってるのよくわかるんですよ。僕も1月の末の誕生日だから成人式1月の10日ぐらいでしょ、うん、だってお酒飲めなかった成人式の時だから。ああそうなんですか、うん、非常に残念。こればっかりはね、8年経とうが9年経とうが絶対に飲めません。厳しい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 。早生まれあるあるなのかな、ちょっと共感していただければわかんないんですけど、もう年説明するのがめんどくさくて年々。うちは何月？9月。だからもう35でしょ。35で35で同じなんだけど、俺早生まれだからまだ34なの、うん、なんかめんどくさいな。これあるよね、これあるよね、絶対ね。どっちが年上なの。うちは僕。え、でも同じ年の、同じ年に生まれてる。ほら、こうなるんですよ。もうこれが嫌なの。これが嫌なの。これが嫌なの。だからもう最初から言っちゃうの。あ、もう35です。今度誕生日来たら、本当の年が何だか分からなくなってきちゃう。言い続けるの。どんどん年を。めんどくさいでしょ。ちょっとめんどくさい。これね、すごい残念なのに、これはくらい20年だとか30年だとか一切変わらないから。頑張ろう。この後チーム鳥年が年男年女の意地をかけて挑む。グーン。いっぱい遊ぶお肌にこそパンツタイプのグーン。表面ふわさらだから赤ちゃんサラサラ、いろんな動きにもフィットします。ふわさらが水分を吸収するから赤ちゃんサラサラ。お、サラサラだね。もはやサラサラではありません。言うなればまサラサラです。新しくなったパンツタイプのグーン。優しく触れていいですか。風邪の引き始めに効くカッコン糖と熱、喉の痛み、咳に効く総合風邪薬を一つにした風邪薬コフトカリュー。二つの風邪薬の作用で風邪に効くコフトカリュー。鼻の中の乾燥感、
むずむず感にドライノーズスプレー。鼻の乾燥感、むずむず感を霧状の液で洗浄しすっきりさせます。かさぶたになる前のドライノーズスプレーが効果的。家族みんなに優しいことと美味しいこと、原料にこだわり食パンの新しい当たり前を作りました。フジパン本仕込み。朝はゆっくりしてられない。バタバタの朝にネオバタ。お、レンジでたった15秒、マーガリン。ジュー、幸せネオバターロール。フジパン。芸能人ピアニストナンバーワンは誰だ。13日金曜夜9時てっぺん。ハッピーフライト14日土曜夜9時。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。4月2日生まれの人は1個下になる。一人一人理由は違うけど、医療人になりたい気持ちは一つだ。君を医療人にする。絶対首都移行最終募集中。半身を二等分にして皮目に、私は斜めに2箇所入れる。わあ、美味しそう。急に和食教えてなんてどうしたの。お前弁当渋いよね。え、俺和食派だよ。ばあちゃん子だから。私もおばあちゃん子だから。私もその味噌。お母さん、味噌。バーストとウィザード、ガチで勝負だ。俺には何の力もないけど、お前を助けたい。ベイビー、運命に2度目。新宿スワン2。アフリカに明かりともします。それは豊通の仕事。地熱発電など新興国の発展に貢献。現場に立て、明日に役立て。豊越ではなく豊通。その勝者、トヨタ通商。誰かのマリはいつも一人だ。誰かのため、誰のため。彼女には似つかわしくない言葉だ。誰かのためじゃない、君のための。たがため。フェイトコラボ実施中。さあ、それでは対決に移りたいと思いますが、東さん、はい、今回は気をつけてくださいね。ちょっと、どうですか。今回マットないから危ないです。危ない。下だ。落ちた。足ぶれちゃう。なんか、なんか、落ちたんすか。なんだ、ボール取り。ちょっとやっちゃった。クレーン。今回は気をつけていただきたいと思います。はい、では参ります。キッキングスナイパースタート、はい、まずはリオちゃん、左足で蹴って、これはわずかに届きませんでした。続いては東さんの右足上、これはポイント感は倒れません。そして堀内さんの右足、あ、これもポイント感を捉えることはできない。2つ目のターゲットに移ります。まだポイントを取れない。チーム取り越し、まだここまではポイントがない。さあどうだ、堀内さんはこれを外れる。最後のターゲット、ここでポイントを稼がないとチーム取り越しの勝利はない。これも揺れているだけ。池崎さんはこれはポイントをゲットした。最後の右足、どうか、どうか、倒れない。そこまで。最後のは認められません。
180ポイント取らなければ嵐には追いつけないという中でチーム鳥年の得点、はい、120ポイントでした。というわけで今日の VS 嵐勝者は嵐チームです。逆にこっちが言いたいんですよ、こんなのありって3つ目のターゲットまでは0点だったんですね。で4つ目で初めて小島さんが40ポイント、5つ目のターゲット内山さんが20ポイント、そして最後60ポイント獲得ということになっています。いや正直あの2人が